どうもボビーアトレザーのボビーです、えーえー、今日は12月の9日、えー、え水曜日かな <laughs> もう曜日が <laughs> 分からなくて、えー、なんと99回目のライブ配信になりますそれではオープニングムービーをどうぞ ボビー・アトレザーのね、えー、大阪のボビー・アトレーザーのアトリエからライブでお届けしております。ねえー、12月うもう明日で10日ですよね、えー、9日。ね、まあ、あのー、皆さんねもう多分うお昼休みもなんかもうホッとしてるような時間やと思いますけどね、えー、いかがお過ごしでしょうか。ねえー、僕もですね えー、ずっとこう制作をですね、えー、してましてちょうどあのちょうど制作する時にゾーンに入るんですね。あのなんて言ったらいいのもうあの無我夢中っていうか我も忘れるっていうか没入するというか,あの、ま、いうかねいろいなことせなあかんなと思ってもやっぱこう制作してたらもう両手使うでしょ感覚も全部こうギュッとこういくじゃないですかだからもう今,今流行りの全集中っていうんですか。 ね『鬼滅の刃で』で、えーね、見るまで何も知りませんでしたけどね、えー、この間アマゾンプライムですねちょっとずつちょっとずつ「ちょっとずつうね、鬼滅の刃」流行ってるんで、えーね、一通り、えー、何の,あの知識もなく見てましたけどね <laughs> なるほどと思ってまあ、うん、まあそんな感じで全集中で <laughs>、えー、制作してましてですね えー、まあまあ今はあこのお配信の時間なんでね、えー、気持ち切り替えて <laughs> ということで、えー、配信させていただきますね視聴者に、えー、お付き合いくださいあ佐山さん久しぶりにライブ入りましたありがとうございますねもう99回目ですよあ、うん、<laughs> もう明日で100回目ですわね、えー、なんかこう感慨深いものがありますけどねあマジハ大きいんです、えー、こんにちはあお久しぶりです青森小雨が みぞれになりそうな天気です。あ、寒そうやね、大阪はね、寒いとはいえね、十度以上、十五度ぐらいあるんかな。多分、今日朝晩、ちょっとあ寒いな、思うけど、今は割,割とね、えー。薄着、薄着でもあれけど、あのー、防寒視線でも、まあ、大丈夫ですね。ただ、アトリエはですね、まあ、まあ今日、は暖房入れましたけど。 おちょっとあの建物のですねちょっとレトロな建物のです、ねえー、部屋でねあのずっと制、まあ、作所に立ちして立ったり座ったり立ったり座ったりでね、えー、底冷えはしますけどね1階なんでこう風がねこう渡ってくるんでまあこうドアのところにこう何ていうのパッキンみたいなのはしてますけどね。 ここで,過ごしてるでしょだかだやっぱこうこの冬の寒さのそこピューッとね来るあれをどういうふうに防ごうかなとかねだんだんと知恵がついてきてですね、えー、ちょっとずつですけどね、うん、まあ、まあ暖かくなってきますねはいあいろいろあります、えー、あそうすごいです100回、えー、今は、えー、都市の方のお家にいるので電波がいいので、えー、明日も見れると思います寝なければあ 夜中夜中や夜夜もう十二時夜の十二時ぐらいですかうん今坂本さんのとこねうんえー、あこっちは南半球なんで夏ですいいですね夏ねえ僕最近だけどお夏はねほんまに冬よりも夏の方が出歩かなくなりましたもうここ数年うんあの答える <laughs> あのなんていうのうんもうあのマイル ていうか、へばるというか。うん、ね。あ、晩の十時、夏の晩の十時、いいじゃないですか。ええ感じで飲んでます。<laughs> ねえ。ええー、夜の十時か。ね。いいですね。いい時間で、僕の好きな時間ですね。だいたい晩の十時ぐらいだったら。 りとできますしね、まあ、アトリエで、えーね、あの制作に没入してたらねあの10時言うても全然もバーッとやってるう、ねえー、時間ですけどもま,まあオフする時はですね、えー、いい感じで、えー、日本酒をですね、えー、こうちびちびと <laughs> やりながらですね、えー、ゆ,ゆっくりこうなんかこうほぐしてますね。えー あ、昨日日本食屋さんで、えー、買った日本酒飲んでます。いいですね。久しぶりの日本酒いいですね。うん、も、ま、う、あ、僕はあの白ご飯の代わりにですね、えー、あの、日本酒をですね、えー、楽しんでますね。なりはこんなんやけどね。<laughs> ねあの気持ちもほぐれますし。し、えー、気持ちも明るくなりますし。しえー、なんかこう大体ね。これぐらの年代になってきたらあの。 まったりと少しとかわびさびみたいなもね、えー、意識するようになりましたね。うん。まあ,あそんな感じで、えー、今日はですね、えー、コメントをいただきて嬉しいですね。もうね、もうこれもあの褒めたさんが頑張ってるから意味あるんやけどね。僕も, <laughs> もうあのもう何じもう八年九年ぐらい前に出会ってですね、やっぱりこうねこう,こういうコロナ禍っていうのもあって毎日配信されてるでしょ。それまでなかなかこう会う機会もなかったんで。 えー、もう毎日会おうと思ったら会えるような感覚になるじゃないですか。うん、で毎日ねこうコツコツそれも内容のある配信をですね、えー、ずっと続けてるんで、うん、もう当ね、あの頭が下がるなと思ってねとても同い年とは思えないですねもうあのバイタリティというかね <laughs> えー、あの僕もねあのなんていうのもうまあ出会った時にですね こう同じような年月を生きて,き,生き,てき,生きてるはずじゃないですかただもうこうも違うんかと思いましたしもうインパクトがありました、ねうん、でなんていうかあのいろんな考え方とかあ、ね、ものに対する姿勢とかね やっぱり僕も、ね、こうやってるジャンルはもう全然あの真逆のようなというかあの別に僕は人になんかこう教えたりとかもないですし人と、ね、こう関わることっていうのは非常に少,、ね、少ないような、まあ、あの業種じゃないですかあの、ね、レーザーグラフターなんでね <laughs> 川に喋ってるぐらいからね <laughs> で。でやっぱりこうまあねあいろいろコメントもありがとうございます。 どっちにしてもお米でただまあ,あのどっちかにしようかなと思ってあのもう何て言うの普段運動不足なんでもう何て言うのね,もうねほっといたらねやっぱこう代謝も <laughs> 下がってきてるんで。 まあどっっちかかにしよううなってい感じですね飲む時はあご飯食べないし、えー、ご飯食べる時はあのアルコール飲まないようにはあしてるんですけどねあ <laughs> まあさっき両方もうお腹空いてん、ね、て言うのな日本酒飲んでたらあのなんて言うろリミッターが外れてあのついつい食べ過ぎてしまうこもありますね。お腹いっぱいのになんかもうちょっとなんか食べようかなとか締めが欲しいなとかでね <laughs> あのそういう時あります。<laughs> ね、あのー、まああのなんていうのねうん、こういうなんか今日はあこの九十九回目ですねなんかこうライブ配信っていうかライブ感を感じますねいつもはもう割とおまあ自分のこのテーマみたいなのをお話しして、えー、なんていうの配信を終えてるっていうかまあ記録している感じですかね。うん、 今日も、あの、朝考えたんですけど、あの、まあ、フェイスブックライブっていうのは、こう、ね、九十回。え、ね、こう、続けてきて。あ、もう、あると、いつからかは、まあ、ユーチューブに切り替えようかなと思ったりもしてたんですよね。あの、まあ、多分、ライブ配信っていう、感じになるかどうかわからないし。う、どっちかって、コメントもね、そんなに言うほど、こう、なんか、こう。 リアルタイムで見てくいただいてる方っていうのはあ、ね、あの非常にあのまだ少ない方やったんでどっちか言ったらあのアーカイブの方で何日かここに見ていただいたりとかなんか見つけてくれてねそれとか、まあ、YouTube でねちょっとこう見てくれたりとかそういう感じの配信の,パンあの雰囲気なんでね、まあ、僕がか有名人とか何かやったら何かこう違うやろうけど。 一えー、レザークラフターです、ね <laughs> えー、配信してるっていうかねえさっきけどあのそういうレザークラフターでもこういうふうに、えー、配信するというのはあ,ありかなと思いますねあのいろいろこう作り方とかあそういうのをねハウトゥーみたいな感じで、えー、YouTube を上げてる方はもう本当に多いですけどね、うん、僕もそ,のそうでもえい,いかなと思ったりもし,しながらですね思ったんですけど、まあ、どっちかというと割と特殊な <laughs> 同じ川崎でもちょっと特殊な部類なんでねあの何 <laughs> ていうのパッとこう作れるものがないのでどちらかというとねあのこういう思いとかあそういうこういう時間をね、えー、なんか共有するというか、うん、そっちの方に重きを置いてますけどね、うんうん、はいねああいろいろあります。あ関西だとの酒が美味しいですねあ

無表情な自分にね驚くとありますね。くるんでですやっぱこうあのー、こういう配信をしてたらやっぱ自分の姿とかをこう見るという機会があるじゃないですかなかなかこういう風な感じで自分のお姿をですね、えー、見る機会が見ながらこう話すねこう何十分という時間がなかったんでこれをね体験してたらですねなんかこうあのあのなんかこう。<laughs> 表情筋みたいなもんね <laughs> あのきねんかこう鍛えられてきますねきいろんなこと気づきますねはーいあっ松也さん関西だと灘の酒がおいしいですかね灘の酒あそうですねあの白鶴とかねあの,あの辺灘の酒なんかなあっちの方のねあの僕は剣菱とかねあのあの要は神戸の方っていうか菊 <laughs>、うん、ム宗とかね、うん、あのー かあの缶でねこれからですけどちょっとねあの塗る缶っていうかね40度ぐらい4 2二3度かなあのチロリを買ってきてですねあのこうあの僕の前やったらもう,もうあのチロリっていうあるでしょこうあのお酒をこう入れるこうアルミのこん,なこんなようなやつそれに、えー、イチゴを入れてでもうあのケトルってあれですか、電気ケトルポコポコポコ,コってやるあ沸かすやつにあのズボッと入れてね。うん で、えー、やってます熱燗油でもてう50度超えたらもう,おおもう風味が <laughs> 飛んでしまうんでねもう40何度ぐらいかなあとまあそのまま冷蔵庫に入れずに、まあ、あの常温で、うん、も,うもうほぼ塗る感じみたいなもんかな、うん、そんな感じでね鍋と一緒にねやり、えー、ますね。でまああと僕はあの伏見の京都の伏見の酒が。 お酒日本酒は今はまってますね、うん、たまにあの大,酒の、ね、大,大阪の地酒もね、えー、飲みますけどね、うん、<laughs> まああのもう紙パック飲んでもね十分美味しいですしいろいろ楽しみ方によって変、えー、えてます。はいうんね、はいいね 坂本さん締め欲しくなりますね分かりますねあの飲んでたら締めがねあの欲しくなるんですよほんでもうあの何ていうの僕はあの井村屋のアイスバーとかね、えー、食べたくなるんですね <laughs> 冷たいのがねうんなんか今日はレザーの話があなかなかまあいきませんけどまあまあそんな感じでですね、えー、今日はあ、ねえー、今日のテーマはですね <laughs> ちょっと戻るわな一瞬ね、えー、あのあれですよ 大切にしているのは「昨日はですね、えー、なんか重要まるって重要な気がします」って書いてあるんですね。あのこうデザインする時にとかセクシーさみたいなのを僕はいつも加えるようにしてますね色気というか何て言うのかな、うん、そうこうくびれというか R のラインとかなんか醸し出すものをですね四角紙面ではなしに。うん でそれとですね僕はあの、まあ、それとプラス大事にしていることはですねあのもう経年変化っていう言葉はよくあのレーザークラフターの方よく言いますジーパンが好きな方でもねあの経年変化、ね、やっぱりこう時間をですねなんかこう生き方でもそうなんですけどと思うんですけどねこう顔を見ててあの無駄に過ごしてたりとかしてたら劣化していくような気がするやっぱこうなんか劣化。 経経年年変化じゃない経年劣化劣化は避けたいなと思ってやっぱりそのーレーザーがですねあのこう経年変化をしてなんかええ感じにエイジングされるみたいに生き方とかその時間の過ごし方とかまあいろいろ分かりませんけどこう,過ごすこ,のこういう時間でもそうですけど経年変化というか、ね、さらにこう進化していくような深みを増していくようなね 感じで、えーまあ、それも作品もそうですし、えー、自分の,この、ね、こう作り手の方もそういうマインドでですね <laughs> 取り組んでいくっていうかそういう姿勢は大事なんじゃないかなということをですね、まあ、ブログにもいろいろしょっちゅう書いてたりするんでちょっとまあ,、まあ、あの99回目にそういうふうなお話をしようかなと思って今日は配信したんですけどね、えー、まあ,あ嬉しいですねね今日はさ、ね、さんとおさんと坂本がね。 いつもこう <laughs> あのー、地元のエリアじゃないのにこうやってねなんかすごく身近に感じるとか地元のなんかもう距離感っていうのはあ心の距離ですよねもうここのこのおこの中によっては特にうん心のお距離っていうかね思いますうん近くによってもなかなかねあのー、距離を感じる方もいますし。 うん、なんかこうね実際にお会いしたことはなかったとしてもそれは何て言うのな心の距離でつくっとつかまったりとかねあ僕は、まあ、こういうお仕事をしてるでしょやっぱりこう僕とねあのお会いしたことがない方とやり取りをするわけですよね。うん まあ、お相手の方は僕のことはあ、ね、存じ上げてくれてますけどねこういう風貌でこんなことをしゃ考えてこういう作品を作ってるのをねただあ僕の方はあ、ね、あの <laughs> あの目に見えないけどねお電話いただいたりとかメールのやり取りはするんですけどそこで、えー、いろいろこうあのこのソウルというかあ思いを汲み取ってですねうんそれで何て言うのその方のことを をねえー、楽しみに待ってくれてる方のことを思いながらですね、えー、順番にですけどねお待たせしている方もみんなにいてるんですけどねけどもあの、えー、そういうやっぱこう相手があるっていうことが、うん、見てもらう相手、えー、使っていただく相手、えー、常にねそういうことをね考えながらですね、えー、なんかこう日々、えー、過ごしてます。ね、明日は本当に100 回目、んかまあ,まあ同じような感じの, <laughs> あの通過点になるとは思うんですけどまあこういう感じでですねあのタイミングがねこうやってパッとあなんか重なった時にかねそういう時にまたこういう気軽にねメッセージっていうかコメントいただいてもいいですしあとあの終わった後でこう。 書いてもらって、ね、メッセージっていうかこのコメントをね、えー、書いていただいたらですね僕はあのピコーンってこうスマホで、ね、あのなんかあ来ますんでね、うん、それでまたあのじっくり読ませていただきますしね、うん、だからまあ,あそういう感じでまあ良かったかなと思いますこう続けてきてねこういうハプニングっていうか嬉しいハプニングですよ、うん、やっぱりこう続けてきて良かったなと思いますし、うん、あの なんかいい時間をねお互いに過ごすことができたらなと思いますねそれではまたね、えー、今日もですね、えー、素敵な一日をですねお過ごしくださいねボビーでしたじゃあねバイ。